グッデイとのコラボレーション企画、毎日のちょっとしたお悩みを解決する暮らしアップデート計画。今回のテーマはもうすぐクリスマス、お家をライトアップしよう。名島団地の中にある暮らしサポートセンターグッデイさん家、こちらの店長佐瀬さんにお家のライトアップ教えていただきます。グッデイならできる。近隣の方見ていただくだけでなんとなくほんわかとした気分になりますので、まあ、雰囲気的にもですね、楽しんでいただければなっていう思いはありますね、はい。昔は小さい豆電球がこうたくさん連なってたイルミネーションだったんですけど、今は新しく LED っていうものになりまして、カラフルな光り方をするものが簡単にできてしまうという時代になってます。スマート LED ストリングスライトっていうのをご紹介させていただきます。ボールキャンディーみたいなこのガラス玉が光ります。このストリングライトは LED ならではの発色の良さが人気。さらにスマートフォンで操作でき、ライトの色や明るさ、点滅のパターンなど調整可能。消費電力も少ないので、非常にエコな照明ということになりますね。しかも防滴仕様なので雨や雪でも OK。 屋外にも飾り付けできますよ。こういったガラスボールに入れていただいてお家で楽しむこともできます。ガラスのボールに入れたら一気にインテリア、ちょっとした記念日とかパーティーシーンにお使いいただくこともできる。これはリビングや寝室にもいい感じ、癒される。続いてのご紹介は、スマート LED の3になります。あとはですね、 LED のスターとスノー、こちらもつけてみます。こちらはリモコンで操作ができます。この壁掛けタイプの LED はその薄さがポイント。場所を取らないので壁さえあればこんな鮮やかなライトアップが楽しめちゃう。ちなみにこちら防滴タイプになりますので、お外で飾ることもできます。外にかけてみるのもいいですね。もうワクワクが止まりません。続いての紹介はこちら、ハンギングプロジェクターストリングライト。この中に LED から光を星形にするフィルターが入っています。一つ一つがちっちゃいプロジェクターっていうことですね。これ天井に向けて照らしても素敵。このライトも防滴仕様なので軒下などに吊るして玄関周りやウッドデッキなど足元からライトアップすれば華やか。使い方はあなた次第、いろんなパーティーシーンで大活躍しそう。スターバーストハンギングボールという商品になります。プラスチック の薄いフィルムで、組み立てられてます。この形、しまったり出したり収納が大変と思いきや、簡単に小さく折りたためるのがポイント。これだと持ち運びも楽ちん。これもスマホで簡単に操作できますから、いろんな光のパターンが楽しめます。しかも屋外も設置 OK というのが嬉しいですね。お庭の木なんかにも楽しいと思います。お庭の木がクリスマスツリーになりますね。次のご紹介もスマート LED のカラーチェンジングカーテン。このカラーチェンジングカーテン、もちろん屋外でも設置 OK。 文字はもちろん定型デザインも豊富で、多彩な光のカーテンを演出できます。400の光の玉が描くイルミネーションを家にいながら楽しめるなんて、贅沢なクリスマスになりそう。今年のクリスマスシーン、皆さんにやっぱりいろいろ楽しんでいただきたいので、お家の中も外も、こういったのでちょっと、イルミネーション楽しんでいただければなと思います。今年のクリスマス、うちもライトアップに挑戦してみよう。